5月4日、今朝9時前です。連休3日目ですね。今日背中の日です。また早速腹筋からやっていきます。今日の腹筋は V シットアップ、これ30回やっていきます。はい、スタート。1、はい、OK です。では、早速背中やっていきます。今日の背中はチューニングからですね、負荷なしですね、0キログラムの、チューニングをやって、グリップパラレルにして、最後ベントオーバーロー、今日は重めの56キロ、この3つで3セット回していきます。長く喋ったんですけど、どんだけ訳してたのかちょっと分かってないです。じゃあチューニングやっていきます。すごくいい天気です。もうすでに暑いですね。はい、早速やっていきます。Next, tube assist parallel chaining. Okay. ラス、ベッドオーバーロー、いつもね36キロとかなんで、
今日は56キロ、少し重めのやつ引いていきます。とりあえず10回ぐらい目標でやっていきます。ちょうどというか、まあ最後引ききれなかったですね。 I couldn't finish the fire. やる予定ではなかったんですけど、ちょっと、10キロで、引いてみます。まあ、軽いんですけど、やっぱりきっちり引いた方が、やっぱりやった感がありますね。だいぶ広背筋が疲労してるんですけど、これもちょっとやる予定なかったんですけど、このままちょっと一回デッドリフトも試しでやってみます。はい、オッケー。ファーストセットフィニッシュ。3種目だけの予定だったんですけど、ちょっと、はい、いろいろやってみました。やっぱりデッドリフトもね、最後絞るとかなりやっぱり
入ってきますね。事前にね、披露してるんで、まあ、わかりやすいかなと思います。最初に出てると思ってくると、やっぱりなかなか広背筋効いてるかどうかっていうのが分かりにくいかなと思ってます。かなりね、苦しんで、今からやる2セット目、また目標回数ね、下げていって、そのまま、短時間で終わらせたいと思います。昨日ね、登山行ってきました。4時間ぐらい歩いてきました。いい感じでね、全体が疲労してます。まあ、4時間の行程だったんですけど、やっぱ高2の息子ついていくのにもう必死です。お父さん、もうすごくしんどかったです。はい、それではまた、8回ぐらい目標でやっていこうかなと思います。ネクストチューブアシストパラレルチューニング16回目標でやっていきます。次も同じく、20% カット、つまり、8回目標でやっていきます。
ベントオーバープルオーバー。全然上がらなかったですね。ラスト。ごめんなさい、ベントオーバーローです。最後もね、ちょっと回数減らしてやっていきます。最後は10回できました。けどね、苦しいのもあるんですけど、握力が最後ちょっとやっぱり持てない感じでした。あのね、パワーグリップ持ってるんですけど、ちょっとイージーバーなんで、ね、ちょっと曲がりが近いんで、なんか使いにくいんで、あんま使ってないんです。2 minutes wait time. Power grip. Power grip. Power grip 最近使ってないんでね。どっか行っちゃいました。パワーグリップ買う以前にね、あの金具が入ったあのリストバンド、これ持ってます。マイプロテイン製ですね。2600円ぐらいだったかなと思います。鉄の金具が入ってるんで、これ引っ掛けて握力の補助で、今度使ってみます。ラットプルマシンやるときはね、あの使ってないと本当に自分はちょっと握力がなくて持てなくて、ラットプルマシンのときだけはパワーグリップ使ったりしてます。こんな感じですね。これで、はい、一回。それでは試しに使っていってみます。ラストセット、最後3セット目です。またあの回数減らして、はい、さっと終わらせたいかなと思います。6回目標でやっていきます。パラレルの方もね、回数減らしてやっていきます。
もう一つですね、金具が手が痛いです Okay. One minute break time.思ってたよりなんか、使えないです。ラットマシンの時はね、それなりに有効でした。使ってました。懸垂はもう一つだったんですけど、バーベルだといいかもしれません。まあ、続きでこのまま使ってみます。Sorry、ごめんなさい。はい、OK。6回、6タイム、トライ。最後休憩です。デッドリフト、これもね、なんとか8回以上で、やっていきたいです。今日もね、すごくいい天気なんで、ダイエット中ではあるんですけど、ランチとかをね、なんかね、お家で楽しみたいかなと思ってます。
晩か昼かでちょっと餃子パーティー予定してます。はい、それでは最後やっていきます。最後になるとなんか調子悪いですよね。 Wi-Fi が力尽きるのかもしれません。はい、OK です。まあ、最後ですね、まあ、ないよりマシかなと思います。 I think it's better than nothing. 次回はね、パワーグリップ、ね、ゴム巻きつけるみたいなやつ、あれをね、で用意して、それでやっていこうかなと思います。ようやくなんかデッドリフトの広背筋を効かせてくれた、なんか分かってきたような感じなんで、もうちょっとデッドリフト取り入れていこうかなと思いました。明日がね、最後の休みです。またアップロードで、胸トレやっていきます。最後までご視聴いただきありがとうございます。また明日頑張ります。Goodbye, thank you tomorrow.